漫画でっきょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。さてさて、本日から新イベント、ハニワのゴールデンボックスが、開催ということで、早速やっていこうじゅのいこ、の前に今回のイベントについて、簡単におさらいをば、育成は HP2050 目安の、育成におすすめとのこと。いつものイベントボックスガチャイベントは、周回することでボックスガチャチケットを集めて、そのチケットでボックスガチャを回して報酬ゲット、といった感じの流れでしたが、今回はオーラムでガチャチケットを交換所にてゲット、そのチケットを握りしめてボックスガチャに挑戦、という感じで進めていくみたいでございます。そして今回のボックスガチャは途中リセットなしで、報酬全回収したらボックスリセットが可能となっております。ただそれならボックスガチャじゃなくて、交換所で報酬交換でよかったんじゅのいこ？と思うのは私だけですかね？地味に10回ずつ回していくの面倒なんですわ。ちなみに報酬はボックス15が上限となっております。チケット1万700枚で全報酬回収可能です。で、余ったチケットはこちらでオーラムと交換可能。追加で出てくる分のチケットを交換しちゃっても後で返金できますが、最初に交換した1万700枚は間違っても、ボックスガチャ回す前に売却したらダメですよ。しかしそこは優しさに定評のあるロマサガ運営さん。間違って売却してしまったという迷える子羊のために、何かしら対応策を考えてくれるとのことです。ロマサガ運営さんは半分以上優しさでできてますな。イベントボックスガチャでは、SS-スタイルの旧テーマ術師女こと、サファイア、そして SS 光杖武器の妖火の杖などの報酬を、ゲット。サファイアは旧テーマ術師女ですが、今回召喚スタイルとして、登場のようです。見たところ術はフレームハンマーのみで、他の2つは召喚技。水着ジャミルが持ってたサーフサイクロンプラス持ちということで、熱だけでなく残突周回の引率薬として、使えそうな感じです。これはなかなか良さそうなスタイルですな。まあ火力浴び的にはお察しなので、一戦で活躍させるのはきついかもですが。そして今回のイベントは技や、術のランクアップが、発生しやすいクエストとなっております。サガ魂1周年イベントと、違って BP20 スタートではないですが、こちらは1ラウンド制のクエストなので、スキルによってはこちらの方が、育成しやすいといった感じですな。ランク上げしたいスキルに応じてサガ魂と、使い分けていけばいい感じです。今回のイベントで戦うのはもちろんハニワ、すべての属性マイナス35の、新設設計となっております。どの属性のキャラでも引率役になることができるので、かなり編成の幅は広い感じですな。とりあえず開幕単体効果力、技がぶっぱできるスタイルを、ぶっこんで周回すれば OK という脳筋クエストでございます。とまあ今回のイベントに関しましては、だいたいこんな感じです。それでは今回のイベントの、私の周回編成の、ご紹介といこうじゅのいこ。まずはじめにご紹介しますのはこんなパーティー。陣形はデッドリーピアス会。配置はこんな感じです。早朝、防衛システム、リアム組んで引率。他2名が完全置物枠となっております。1番に早朝。ステータスと装備はこんな感じです。連携装備のアビリティは 91% となっております。開幕俺に任せろぶっぱでの開幕単体効果力と味方全員にモラルアップ特大を付与するのがお仕事です。2番に防衛システム。ステータスと装備はこんな感じです。連携装備のアビリティは96% となっております。フォースブラスターを、ぶっぱでがっつりダメージを稼ぎます。3番にリアムくん。ステータスと装備はこんな感じです。連携装備のアビリティは、85% となっております。アンチマテリアルちょいぶっぱで、ダメージを稼ぎます。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。
ういう感じで3手で終了です。他弱点で単体イベント、ボス集会なら総長が、大活躍ですな。火力も出せて味方の火力アップもできて、回復スキルのランク上げにも、使える。ほんまに優秀な男です。で続きまして、ランク上げ用の編成がこちら。陣形はバレットシフト、配置はこんな感じです。防衛システムとリアム組んで、ダメージを稼いで、足りない分は真ん中3人で、ダメージを出しつつ、技ランク上げをしていこうという感じです。装備云々はさっきと変更なしなので、割愛します。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞてな感じで5人で1回ずつ殴って、終了です。続きましてご紹介するのはこんなパーティー。陣形は飛散陣、配置はこんな感じです。ヨハン、アルカイザー、ピンクタイガーの3名で引率。後ろの2名が完全置物枠でございます。1番にヨハン、ステータスと装備はこんな感じです。連携装備のアビリティは、93% となっております。カムイぶっぱでがっつりダメージを稼ぎます。2番にアルカイザー。ステータスと装備はこんな感じです。連携装備のアビリティは 93% となっております。新アルフェニックスプラスを継承しております。3番にピンクタイガー。ステータスと装備はこんな感じです。連携装備のアビリティは 96% となっております。どつき回すでがっつりダメージを稼ぎます。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。という感じで3手で終了です。とりあえず開幕効果力、持ちのスタイルを3体ぶっ込んで、3人でどつき回すだけの、簡単なお仕事です。こちらも一応ランク上げ用編成の、ご紹介をば。陣形はマギアファイト、配置はこんな感じです。ピンクタイガーとアルカイザーで、ダメージを稼いで、足りない分は真ん中3人で、ダメージを出しつつ、技ランク上げをしていこうという感じです。装備はさっきと同じなので、割愛します。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。てな感じで5人で1回ずつ殴って、終了です。マーハニワは全部の属性が弱点なので、周回編成はかなり組みやすいかと思います。3手で高速周回するなり、5人で殴って技ランク上げしながら周回するなり、その辺はお好みで周回していただければいいかと思います。ただ、サガ魂みたいに状態異常で、はめてのんびり技ランク上げ、というのはこちらではできない上に、それなりにハニワも攻撃をしてきますので、ランク上げをするにしても1ターンで周回した方がいいんじゃないこと思います。手動ランク上げや、睡眠学習でのランク上げならば、サガ魂1周年の方を周回した方がいい感じですな。
そしてこちらはオーラムしかドロップせず、周回する旨味は、あまりないので、まだ交換所の報酬を、回収できてないのであれば、こっちを周回するのじゃなくて、十王自在の方を周回した方が良さそうですな。あちらならお着物3枠で、周回もできますしね。交換所の報酬を、ほとんど取り終わって、高速周回で育成したい場合は、こっちで周回するといった感じですね。以上、ハニワのゴールデンボックス。今回のイベントについての、お話と、私の周回編成の、ご紹介でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、